はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回はお知らせの方で春の新米マスター応援キャンペーンが来たということで、これについて見ていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ただそれと同時にね、なんかやべえピックアップも来てるんでね、ちょっとそこら辺もお話できたらいいなと思います。では早速見ていくんですが、春の新米マスター応援キャンペーンということで、3月27日今日から5月1日までの、まあ約1ヶ月ちょっとの期間、まあ、キャンペーンがあるよっていうのが始まりました。今回の第1弾以降も第3弾まで続々とキャンペーン内容を追加していく予定ですと書いているんで、まあ気になる方はこちらチェックしてもらえればいいかなと思います。でミッションとかいろいろ出ているんで、そこ見ていこうかなと思います。ではまずここですね。はい、FGO ツイッター春のプレゼントキャンペーン第2弾リツイート数に応じて報酬プレゼントということで、1弾に続き2弾も開催決定しました。一定数リツイート達成すると、予備符5枚、石12個、レアプリ1個、マナプリ100個、金の果実5個、白銀の果実5個、500万 QP を入手できるキャンペーンが4月10日から開催されるということで、まあやり得なんでやっておけばいいかなと思います。はい、まあ、ここら辺で全部書いてるね。1万リツイートだった場合これ、3万リツイートこれ、5万リツイートこれみたいな感じで書いてますね。はい、で、新米マスター応援キャンペーン2023日替わりログインボーナスということで、3月28日明日からですね、明日からまた新しくログインボーナスが追加されるよっていう形になっています。まあ、28から、4月2日までで予備符2枚と石6個ですね、入手できるんで、この期間とりあえずログインしておけばいいかなと思います。で期間限定マスターミッションと応援特別ミッション追加ということで、今回のキャンペーン達成すると概念霊装ですね、アルトリアとマンドリカルドの概念霊装を石6個、予備符1枚、星子種火10枚、金の果実1個、フレンドポイント2000、10万 QP を入手することが可能になっているんで、まあ、ここもやっておけばいいかなと思います。まあフレンドフォロー1人3人増やせっていうのがあると思うんですが、まあこれは適当にフォローとかフレンドすれば、まあ勝手に増えていくので、まあ特に気にする必要はないかなと思います。でまあフレポ引けとかメインクエスト進めろとか修練場宝物庫種火クリアしろとか書いているんで、とりあえずクリアしてちゃちゃっと攻略するでいいかなと思います。でまあ春に咲く概念霊装、まあマスター経験値50増やすということで、まあ記念の概念霊装ですね。まあ特に強いとかそういうのはありません。で次、工場でフレンド枠3人分追加ということで、今日から、3人分追加されて合計34人のフレンドが追加されましたみたいな感じです。以上で次、期間限定で全てのサーバントのフレンドポイント獲得量が2倍にということで、全てのサーバント、全てのサーバントのフレンドポイント獲得量フォローも対象ということで、まあ今のうちに周回しておくとお得だよとなってるんで、ガン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 周回でフレンドポイント集めていくというのでいいんじゃないかなと思います。でキャンペーンとしては3月27から4月19ということで、約、3週間ぐらいあるのかなって感じです。で次、スタートラッシュログインボーナス一部報酬が2倍に、まあこれに関しては今から FGO を始めようっていう人から始めようって人には、まあ、お得な情報となっているんで、まあ、とりあえず、今から FGO を始めたい方に関しては、これ、ガンガン使っていくといいかなと思います。以上。まあ、いろいろと2倍になってるらしいんでね、まあ、ガチャとかも引き得になってるんで、うまいことやっていきましょう。で、TikTok のアカウントを開設されたらしいです。気になる方は見てください。以上。で、ラスト、こっちですね。春の新米マスター応援キャンペーン2023ということで、4月7日までなんかやべえピックアップが来ます。はい、って感じなんですけど、マジでって感じです。3月27から4月7日まで、期間限定サーバントを含む6機のサーバントを召喚いたします。で期間限定がギルガメッシュ、アーチャーとマーリン、そして工場のアルペンとエミア、アストルフォ、ヘラクレスのピックアップが来るっていう感じですね。いやーけどこれね、結構ね、うわーって感じです。はい、まあマーリンのピックアップ来る時点で相当おってなるし、アルトリアもまあバレンタインでね一度ピックアップ来ているんで、まあそっちで引いた方は別にって感じだとは思うんですが、そこで引けなかった人お可能性ある。でギルガメッシュですね、ここも可能性普通にあるということで、
おー、えぐいなー、またえぐいピックアップ始まったなーって思っています。で、ピックアップのスケジュール的なことを言うと、マーリンが 1,2,3,4,5,6、 まあ6日間来て、アルトリアが2日後に6日間、その2日後にはギルガメッシュが来るみたいな感じになってるんで、まあもしこのキャラクター欲しいなって思う方は引きに行くというのでいいんじゃないかなと思います。まあマーリン自体がね、結構ぶっ飛んだキャラクターとなっているんで、そういった意味ではまあわりかし狙い毒っちゃ狙い毒なのかなっていうのがあったりするんですが、まあここら辺は後々また解説動画上げていこうかなと思いますんで、そちらご確認ください。はい、ぐらいかな。特にそのタイミングで、強化等は、来ていないので、はい、新しく出てきた情報としてはこんな感じとなっております。まあ基本、まあ新しいキャンペーンで春の新米マスター応援キャンペーンが来るということで、まあこれをうまいこと活かして、まあ石溜めとかいろいろしていくみたいな感じでいいかな。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあ、バイバイ。